お、いいね。お、いいね、いいね、いいね。カウントダウンするんでプンやってください。3、2、1。プーン。いや、ウケんわ。これ実はもうウケん。クソもんね。ごめん。ウケるわけないやろ。ごめん、ごめん、ごめん。知っとったことやから。ごめん、ごめん。あのさっきさ、はいはい、あの駅前でね、はい、戦争反対っていうカード持ったおばちゃんたちがおったわけよ。なんか珍しいというか、結構田舎の駅でしょ、この辺で。そうそうそう、それやっとってさ、はい、戦争反対って言っとるおばちゃん同士で口喧嘩しとった。分からんなと思って。分からんねー。なんやその話。よろしくお願いします。はい、今日は何でしょうか。まあ不快なものから急上昇したものまで、いろんな YouTube CM をまとめてきましたと。ほう。YouTube CM。YouTube で流れてる CM よくあるじゃないですか。YouTube の CM、ああ広告ってことでね。そうです。なるほどなるほど。まず YouTube の広告を視聴する側、はい、いろいろ調べるとスキップできる広告、はい、これを内容を確認せずスキップするって人が8割。おお、結構意外と少ないね。そうなの。なんかもっと10割は持ってたわ、うん、みんなそんな見てないんかなと思って。あ、だから放置してる人なのかな、うん、あの聞き流したりする人。でその2割が確認してスキップする、うん、えっ、まあそうなんですよね。2割もこんな人おるんやって感じやん。そうね。俺唯一スキップ戦で見るのって、なんかゲームでさ、自分の体力回復するときに30秒の広告見たら回復できますみたいなのあんのよ。あ、そんな。ああ、そうそう、そういうのやったら俺見るけど、 YouTube の広告は大体スキップしちゃいますね。8割の内容を確認しないって言った人たちのほとんどが、まあ、動画を早く見たいから。あ、もう、まあ、これも当たり前。当たり前ですよ。でその中に広告内容が不謹慎だったからスキップした、こちらもあるんですよ。え、広告内容が不謹慎。うん、あー、あれか、分かった、あれだ。ピンときたやつある、うん、聞いたことあるかな。炎の公演か、鴨頭嘉人さんが、おい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 、2時間ぐらいの広告。よくない、よくない。働けよお前みたいなやつは。給料なんてございません。誰この会社もブラックブラック。歯磨きするときはしかめっ面。せーの、ダメー。誰誰、アヒルジリ。アヒルジリ誰だそれ。アヒルジリですよ。アフロのロンガじゃないや。アフロ、アフロ、アフロのアヒルジリ。知らんな。あとよ、2時間ぐらいの広告ね。ってことじゃないのよね。なんかあれよね、俺がメインで紹介した変な広告とかって。そう。ああ、なるほど、なるほど。それやっぱ不快って思うものも結構あるらしいんですよね。はいはいはい。じゃあまず、はい、最近急上昇してる CM。へえ。ここよくあるじゃないですか。その動画を見るつもりが自然と CM を見てしまった。うんうん、たまにあるね。2021年現在、YouTube に流れてる CM でよく再生されているやつ、うん、これ共通点があるんですよ。ほう、これ出演者が全員芸能人。なるほどね。そう、はいはいはい、好感度の鬼の人たち。なるほど。芸能人様様が、そう、大手企業と芸能人、この2つで組み合わされた。ああ、はいはいはい、見ちゃうね。やっぱりもう見ちゃう。なんか珍しいっていうのもあるしね。あ、 YouTube でこんな CM 流れとるんやみたいな、ギャップというか。そう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 。まあでもここからが、まあ、この企画の本題なんですけど、はいはい、不快な CM、はい、これはね、不快だと思う理由があるらしくて、うん、まずうざい、しつこい、意味不明、はい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 、この3点セット。もうそれはもう男もそうですね。そうね、うざい、しつこい、意味わかんない。狙ってくる男ともにも思うことじゃないですか。共通なんですね、うん、うんうんうん。まあでもこれは個人的に好き嫌い分かれてくると思うんですけど、圧倒的に多いのがエロなんですよね、うん、おー、なるほど。これはもうメインチャンネルでも出てたじゃないですか。そうだそうだ、あれ全然規制されてないもんね。もうこんなやつなんですよ。それでは今から夜の診察を始めます。で僕はこれを見て、うん、これはちょっとエロと掛け合わせて、はいはい、本当は違うんじゃないみたいな。でちょっと右見てもエロや。あ、ダメ、めちゃめちゃエロや。めちゃめちゃエロや。あ、ダメだ、言うけど。2コマ速落ち、こんなんとか。あー、まゆちゃん気持ちいいよ。あー、この手で握手してやるから待っててね。あ、行く行く。たやばいタイプのキモさやこれ。握手カメラやばいタイプのやつや。キモもシコシコ言っとるからね。もうやっとるやん。出とるやんもうこれ、うん。まあこういう風に流れてて、うん、まあ、こう YouTube のもう CM もこう無法地帯になってると、はい、いうことでね、またそれについていろいろ調べたらね、はい、こう昔の地上波の CM もいろいろやらかしてたみたいなんですよ。おー、で1990年の CM みたいなんですけど、はい、水着の女性がケツ向けて自分のケツ叩きながら、チッチンパッチンツルンツルン、シリパッチンでツンツルリンって言ってへー、結構攻めてるね。でもだから、しかもこれ BGM とかないのよ。へー、そのシリ叩く音と女性の声だけ。へー、
これがその入浴剤の CM。 へえ、だから昔はだからそういうのも OK だったんでしょうね、時代的に。 で1986年の、まあ、シャンプーボディーソープの CM なんですけど、まあ、女性が手ぶらなんですよ。へえ、裸で手ぶらしながら歌謡曲みたいなのが流れてて、うん、で手ぶらの女性がこうゆっくり振り向きながら、うん、あって一言、お嫁に行きますっていう。へえ、何それ。はめちゃくちゃシュールなやつ。うん、が流れてるということなんですけど、はいはいはい、僕的にその下ネタが悪いとか、別にあんまり思わないですけど、ただその YouTube の, そのエロの CM に言いたいんですけど、全面的にちょっとなんかその剥き出しにしすぎじゃない。はいはい、そうなんですよ。だからシャンプーとかボディーソープを売るがためにエロを使うって俺、うん、別にいいと思うのよ、うん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 、その宣伝のためにね、うん、まあ、その企業イメージがどうなるかっていうのはさておきよ。でもそれエロを宣伝したいがためのエロの CM じゃん。そうなのよね。でしょ、うん、だからそれが良くないんじゃないかな。なんかひねりもないってことやろ。そう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 。だから一番いい流れってさ、エロとかを使わずに何か印象的に残るもの。うん、難しいよね、うん、そうキャッチフレーズとかね。そう、うん、だから産業ペイントとかずっと残ってるよね。一回も頼んだことないし、うん、俺実物見たことないのよ多分。産業ペイント、本当だやろ、うん、でも頭の中にそのペイントといえばって言われたら産業ペイント出てくるやん、うん、あれ歌よね。毎日楽しい産業ペイントみたいな、快適長持ち産業ペイント、立たせてみせろよあのとかね、うんうん、やっぱ印象に残ってるものってやっぱなんかすごいよね。企業名一つでも、パナソニックもさ、うん、パナソニックじゃないあれ、パナソニックよパナソニックスフォルクスワーゲンやっぱスッと入ってくるし覚えてるよね。うん、そうそう、だから僕らもそういうのやっぱ作んないといけないの。俺らのね。あ、そうそう、俺昔あったのよ。株式会社カラフルコレクトタッグ TV って、これ息継ぎなしでいけんのよ。あそう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 、あなるほどね。そうそう、あ、決して短くはないけど息継ぎしないって点でもいいのかな。だからそういうのも考えないとね。だからもう作るよ、オーキードーキーで。なんか作るよ、オーキードーキー見るにはオーキードーキー俺引っ張られる、引っ張られてる結構強いなそれそれ結構強いな。ラララララララってレレ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 レシャキーンってなるもんね。そう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 、オキドキ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 。いやいや、募集しましょう、なんかある方は ね。ちなみに、はい、あのこの前僕のモノマネ、あ、はいはいはい、募集したじゃないですか。はいはいはい、一件も来ないあれ募集したやん、募集した一人からも来なかった、一人からあの真似した元祖の子からも来なかった